災害救助犬捜索を開始します。動物だけの世界を考えてた。いや、なんかかわいそうやなと思って。動物がかわいそうだと思ったの？捨てられたりとか、そうね、殺されたりとか。はーい、はーい。寝てる下にいるんだからね、こっちがさ、動けば一緒に動くしね、ついてくるしさ、嫌だなとか、悪いなって気持ちはあるもんね。一緒に面倒見てあげられなくてかな。くんらの時は褒めるってことをもともと私下手だったんですけど、人のいいとこを褒めるっていうのが、褒めるところ聞いたことがない。前回見たシーズンもありますし、やっぱり頼みづらいシチュエーションってありますよね。犬だと機嫌があんまりないので、はい、本当にお願いしやすいというか、で何回お願いしても楽しそうにやってくれるし、で携帯、あ、気づいたね。はい、さあ、グッド。もうめちゃめちゃ怖かったですよ。放射能がどういうものかよく分かんなかったの で、ね、放射能がついてるのがこっちに来るっていうのもちょっと家族からも大丈夫なのかみたいな感じで、人間みたいにちゃんと扱ってほしいっていうか、すごいフレンドリーだったんですよ来て。私、ね、もうすごい甘えたんですけど急に変わるみたいな。亡くなる前から1週間3日、亡くなる瞬間にその子との付き合いの答えが全てが出ると思うんですよ。お金のことに関しては認識が甘くて、買った後に大変な思いをしたんで、やっぱり自分の私の方同じぐらい悲しいですか。